こんにちは、フジプロの新谷です。今回もね、修理依頼ということで直していきたいと思います。ベネッセというわけで、ベネッセのチャレンジ何年生か、チャレンジ1年生かな、なんかのそういう教材のやつだと思うんですけど、なんかキーボードになってて、ここになんか付属のカード差し込んでこうなんか使うっていうやつらしいんですけども、まあ音が出ないということで、修理依頼でございます。まずちょっと電池入れてみましょう。まあもともと電池は入ってたんですけども、まあどういう状態か見てみたいと思います。はい、では電源入れてみます。はい、ランプはつくんですけど、本来はここで音がね出るはずなんですけど音が出ません。はい、何にも音が出ませんねという状態です。まあ要するに音が出ないということで、まあ修理をねしていきたいと思います。でまあ実はもう故障原因は分かってて、一回ちょっと分解してるんですよね。ここにねスピーカーがあるんですけど、まあ、単純にスピーカーの不良ということが判明しております。はい、違うスピーカーつないだらちゃんとなりましたんで、それの故障です。というわけで、替えのスピーカー購入しました。27ですね、直径が27ミリのものです。仕様はこんな感じですね。はい、まあちょっとね急ぎで直してほしいということだったんですけど、まあ私の住んでいる近くではこういう電子パーツ扱っているお店っていうのはまあありませんので、まあネットで頼んですぐ届く我らがヨドバシですね。はい、ヨドバシで330円だったかな。はい、330円でね購入して送料無料で届けていただきました。本当に悪いな、ヨドバシさん、本当にすいません。本当に何か買うんで許して。ということで分解していきましょう。これでね蓋が開きますので、ここ、電源線がね、ハンダで直付けされてますんで気をつける。これで見えるかな。はい、これですね。ここにスピーカーがおります。これ、はい、全く一緒ですね。はい、全く一緒のものが届きました。はい、このスポンジはね、こっちに貼り替えておきます。ちょっと電源線のハンダをちょっとやり直したいと思います。1本配線が1本だけっていうね。あー取れるなちょっとやり直そう。よし、ちょっとマスキングを貼りました。多少はマシになったかな。まあちょっと音だけね出るかどうかだけちょっと確認をしたいと思います。鳴ったね。鳴りました。オッケー。じゃあ蓋をしていきたいんですが、固定できてますね。大丈夫だ。線を挟んでないか確認をして、では最終チェック。こんなんなん？ちゃんと切り替えも反応してます。完璧ですね。ちゃんと鳴ってる。はい、というわけで今回は、チャレンジ1年生だったか何か分かんないけども、それについてるであろう、ベネッセのね教材の修理でございました。まあ、今回はね、同じスピーカーで交換したんで、まあこういう音ですけども、車用とかのねスピーカーにつないだらね割といい音したんで、そういう加工でもいいよっていう
ということだそうです。あの大きなスピーカーつないでもね、いい音するんで、そういうのもありなんかなと思ったりします。まあ、ただね、あのアンプとかの負荷がねどうか分かりませんけどもね。ということでございました。何かの参考になればと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。